普段は厳しくて、毒キノコをみだりに食べる冒険者たちによく説教だってしてるけど、師匠はとっても優しい人なんだ。勉強に付き合ってくれるし、モンドからの手紙も読んでくれる。師匠にはずっと感謝してるんだ。パトロール中、彼女に会ったことがある。そしたら、私が喉渇いてたのを知ってたみたいに、布の袋から美味しそうなジュースを取り出したんだ。幸い師匠がその場にいて彼女を止めてくれた。師匠がいなかったら流されて、せっかく貯めてきたモラを全部使っちゃうとこだったよ。送信か。子供の頃、私は大声で神様に問いたかった。どうして私にこんなにたくさんの苦しみを与えるのかって。でも、はぁ、きっと神様でさえも自身の無力さをいろいろと経験しているのかもしれない。彼の話をしないでくれる？いや、大マハマトラは悪い人じゃないよ。彼が私をモンドからスメールに連れ戻してくれたから、私にも落ち着ける場所ができたんだ。ただ、スメールに帰る前の、あの封印のことを思い出すと、首の後ろがまた痛くなってきた。大マハマトラが彼を連れてきて、ここで一緒に食事したことがある。食前の果物が運ばれてきたあたりで、彼はあの頑固で理不尽なルームメイトについて話し始めた。口を挟む隙もなかったよ。それで私たちは食事が終わるまで笑いを我慢しながらうなずくことしかできなかった。本当に大変だったよ。彼女、ちょっとぼんやりしてるみたいだ。もしガンダルバー村の近くでパフォーマンスをする機会があった時、森で迷子になってしまったりしないよな。うん、見習いレンジャーの名にかけて、私が彼女をしっかり見守るよ。アンバーは本当にすごいんだ。親切で明るいし、勇敢で正義感が強くて、私が一番尊敬している人なんだ。彼女はいつも炎のように他の人を照らす。もし彼女がいなかったら、私もここまで来られなかった。もう随分経っているから、今の彼女はもっと落ち着いてて、さらにかっこよくなってるんだろうな。いつになったら彼女に追いつけるんだろう。モンドのみんなは元気なのか？あの時、私はいろんなトラブルを起こしてしまった。時間があったらお詫びに行った方がいいかな。うん、でも顔を出したら、あの騎兵隊長にからかわれるような気が。やっぱりまた今度にしよう。また今度。もうだいぶ経ってるのに、リサは手紙で未だに私のことをコレイちゃんって呼ぶんだ。なんだか、え、お前リサに可愛い子ちゃんって呼ばれてるのか？ごめん、笑うつもりじゃなかったんだけど、なんだか気分が良くなったな。断罪の工場？ごめん、私はモンドにいた時間が長くなくて、その人については聞いた覚えがないな。でもその名前、うん、何でもない。